滑走路から避けて横に入ったような衝撃があって、で CA さんやなんかがみんな降りてくださいって、あ、落ち着いてくださいみたいな感じで、あと順次誘導されて降りたので、ちょっと煙臭いぐらいで、乗客の人もそんなにパニックにはなってなくて、まあ、みんな降りたというような格好ですね。その間多分5分ぐらいだと思うんですけど、その時はこのエンジンしか火を見えてなかったので、落ち着いてみんな降りてちょっと離れて見ていて、火が回ったのは多分10分か15分ぐらいだと思うんですけど、各社あ結構みたいな感じ、自分たちがみんな降りた10分後ぐらいに爆発音上がってたんで、でもあと少し遅かったら危なかったなぐらいですね。まあそうですね、本当に奇跡しか言いようがないですね。もう少しでもタイミング遅れてたら出る、死んでたかもしれないんで。